皆さんこんにちは、ホゲマンのレッチです。どうもコスケです。よろしくお願いします。お願いします。ということで今回言葉もやっていきたいと思います。はい、はい、今回は、新言葉祭り、はい、やっていきたいと思います。まあ、新キャラクターですね。意味なら新派、意味なら新派、新意味な意味なら新派、意味なら新派と、うんたらかんたら新話か、うんたらかんたら、うん、どっちなんだろうね。新派は、まあ、はい、わかんないっすわ。で、で今回はコスケなんですけど、はい、コスケさん、どちらかといえば、どちらかといえば、僕は、まあ、E のシリーズが好きなので、はい、意味なら新派は欲しいですね。ただね、なんだっけ、怒りで割と代用できてるから、今俺は炎の意は、まあ確かにね、そうそうそう、まあ2体で損はしないんだけど、E を、あ、逆に言えばでも、その怒りをリーダーにすることによって、その、たとかさとか、うん、あとは、てとか、そういう、あの行で揃えるじゃん、かとか、そういう、体、最、最体みたいなのができるもんね。っていうので、E がもうちょい欲しいわけよ。っていう意味では、確かに、その意味なら新派はすごい。E って、なんかイブスナイパーみたいなのしかいないもんね。イブスナイパーいる。あとね、もう一体ぐらいのはず、もう一体ぐらい運用しやすいやつがいるはず、うんうんうん、でもそんくらいしかいないので、そういたら嬉しい。はい、まあ、ソニカかあとね、ウォールブレイカーと、そう、いないんだよ。そう、チェンジガード持ってるから、それがまた魅力的ですね。はい、さあ、というわけで行ってみましょうか。よろしくお願いいたします。それではどうぞ。マイル、はい、ありがとうございます。いきなりね、12.5 倍ですから。厳しくない俺に俺のガチャに対して12.5 倍ですから、12.5 倍ですから。でも浮かぬイデアもできれば欲しい。あ、確かにそれもね、ラインナップ入ってたからね。2回ですよ。はっ、かだった。いきなり、かでしょ。かだなんだよ、かって。かぐずち、え、これ最初に引く10年、うん、初代王道御三家と呼ばれてるキャラクターです。はい、シューン。御三家とかになんか5人いるけどな。います読み込め、ノー読み込み、ノー読み込み。あ、で、なん、全く出ないパターン。しかも、コウスケの前、あ、え、ハーペルメテウス、ハーペルメテウス、ハーペルメテウス。誰だよ、ハーペルメテウス。パーシバル、おい、ハーペルメテウスでしょ。ちょっと下バカなやつね、それ。ハーペルメテウス。できます。はい、これやべえな。いや、まだ半分ですから、勝負ここから。そう、コウスケ、キャラクターの画見てないから読み込みがないと多分出ないんだよ、これ。そうだね、うん、もう俺流したくなっちゃう、こうやって。あらら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 、トゥン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 。これやばいわ、頼むよ、あと20連。いや、来るっしょ、ここで、んたらかんたら。うわ、ば、マジで。あー、 あー、おお、奇跡の神ゲー認定、お願いします。せめてどっちかは神ゲー。ん？ん？いいんじゃなかった今。いいか。お、い？いって誰？ああ、読み込みなし。読み込みなし。出ていく。読み込みなしになったのかね、もしかしたらね。良いんだ。で、どうしたのね。ものに、じゃあこの回答良くなりすぎて、うん、読み込む速度が速くなる。あ、なるほどね。いや、ヒンドの里から放逐された意味語。私に近づくな。あ、俺みたいな感じじゃん。うん、分かんないけど。あれ違う？うん、ナンバーニャンの方が俺だったの。ナンバーニャンは確かにこうすけどな。よし。どうするこれ？いくっしょ。ウタラカンダ、ウタラカンダ行こう。ウタラカンダ行くっしょ。しかもウカムイデの可能性もあるからね。そう。うわあ。おお、流星群。頼む。いいんじゃない？あ、うん、来てる、来てるよ、来てるよ。トマサト、トモ、トモエゴゼ、トリトン。うん、お願い。うん。後ろのやつやめて、後ろのやつやめて。両方出していく。しゃあ、俺っちより少ない金額で。半分の出していくんだよなと。いや、似たらかんたら言うとじいちゃん思い出すかな。いや、やめて、そのじいちゃんネタ、詳しくは俺ちゃんの動画見てください。あんま言えないから、詳しく言えないから。じいちゃん思い出すな。いや、じいちゃんありがとう、俺っちのじいちゃん。5年前のじいちゃんありがとう。いや、出ましたよ。いや、見事出ました、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。
でもまあこれに関するまた魔球長球とかも来るんじゃないのかなと思うので、そうですね、うん、それに対して有効なキャラになるのかなと予想しております。はい、なんかそろそろまたあのほらこの前滑さん来た時にシャドウみたいな感じのやつやりたいから、うんうんうん、ちょっとねそういうの戦力を整えていきたい。確かにです。てか言霊にとか全然使ってないから言霊に使いたいよね。ああ確かに、なんか人集めてね。俺作ってんのに誰もいないから見て。いや言霊のシステムはねよく分かる。一人リボ八もよろしくお願いします。神ゲー認定してリボ八もコウスケタンデムっていう名前もともとリボ八から来てるから、ね、そうそう、一応ね世界16位だからうちのギルド一時期15位ぐらいまで行ったんだけどね。そうそうそう、ちなみに一番弱いの俺だから大丈夫だよ。誰でも入れるよ。足引っ張んなよ。あ、世界30位。どんどん下がってる、うん、はい、という感じですね。今回はまあ新言霊祭ということで、はい、まあ、いろんなキャラ見ていったんですけど、まあ皆さんもぜひですね見せてほしいなと思います。はい、といった感じで今回の動画以上になります。それではまた別の動画でバイバイ。